はい。では、死神死人紛れ、続きやっていきましょう。まあ、そんなわけで、水の音が聞こえるって言って、廊下、向こう側に、何かがということですね。あ、ちょっと先に教室入ろうかな。先に教室、ちょっと、まだ歯があるかもしれんということで、探索しよう。ここは？ここはい。ちょっと残念。何もない。何もないぜー。結構ね、不思議な、不気味な歯がすぐ手に入るから、ここか？すごい水が。ここ。ここ。板敷きの床に大きな水たまりがある。なぜこんな場所に？ポンポンポン。何か落ちている。これは生徒手帳か。堀越直美だろ？わかるぜ、俺には。はい。えんじ色のビニールカバーには、この江原学園の校章が印刷されている。俺、生徒手帳って捨てたかな？その下に、2BA、2BA 堀越直美が、と書いてあった。ええー、全然違う。道具の説明。また！俺何もされてないのに攻撃食らってんだけど。ささやき声が聞こえる！なんだ、夢の世界。まあまあ。あれ、ナオミこんな顔だったっけ？それは教室を見た大量のお釣りだった。なんだな、この店。さっきまでなかったのに。手足をバタつかせ、もげ苦しむ堀越直美。その背後にいる人影は。許してくれ。花なの、花だよね。まあ、これに勝ったのは絶対理由があるんだよ。信じてやろうや。やっと会えた。あの時はごめんね。な、ほ。泉、出番だ！本勝ったわ。花。すっげえ。はあ。やっぱ、ね、そういうことだったんだね。お水や口や鼻に入り込んでくる。お水がね。もはや息をするのも困難。そんな状況だというのに、堀越は笑みを浮かべた。死の差し迫った状況に急がない、恍惚とした笑み。まあ、最終的にどう思いだったということで。花、私も。でも、あれ？裏切り者は許さない。まだ裏切ってねえよ。重力を無視して空中でしらるホースと汚水。泉の手首を跳ねた時と同じように。ほう、跳ねれんの？そして、あれ？あれ、もう間に合ってねえぞ。今の光景は何だ？頭の中で映写機を突っ込まれて、映し出されたような明確なビジョン。ここで起きた現実なのか？堀越はトイレのハードコに押されたのか？いや、未来か？答えを求めて周囲へと目をやる。だが残っているのは床の水たまりだけだ。ん？いや、もう終わってんじゃねえか？え、俺、なんか時間制限とかあんのかな？どうしたんです？愛に変わった様子はない。平然としている。今のビジョンを目撃したのは自分だけらしい。おい、ええ、これは怪異の存在を引き起こした霊的な現象の一つなんだろう。だがなぜ、自分にだけビジョンが見えるのか。それは婿入りしたからな。以前に安岡から聞いたことが関係あるかもしれない。ほう。九条家には代々見えざるものを見る力が持つものを、見る力を持つ者が多かったという。そのせいで九条家の者は怪異に見入られやすく、非業の死を遂げていった。なるほど。自分の中にも九条家の血が流れている。かつての名前、九条政宗を捨てようと。おお。血脈の宿命からは逃れられない。ビジョンが見えたのはそういうことだろう。おお。だからちょっとダッサい名前、ごめんね。そんな名前したんかな、屋敷画像に。
まあいいと思うけどね。あれはアーステージャが見てはならないもの。近畿を知ることで人の心は壊れていく。死者の思いは自分が背負えばいい。中にまで背負い捨てることはない。はい、調査を続けよう。まあ黙るのか。じゃあちょっとアイテム見てみようか。生徒手帳に、堀越直美の生徒手帳。メモを書くためのスペースで走り書きがある。花と直、秘密の鍵は花尾。舐めてんのか。花尾がどうしたって。花尾に失礼だろ。屋敷花尾。最後。花尾か。ここは、ここは。ここは。でも一回はこっから手に入れてるからな、アイテム。うん、もうだろうな。さすがにね、同じようなとこから手に入らんか。空き教室。ここは空き教室。間違えた。ここは。なんもねえわ。もうただの泥棒たちね、今。さあ、鍵がどうのこうの、花尾がどうのこうのとは言われたが、どこに行く？3階のトイレか、やっぱ。ん？なんだこの歌はっつってなんだ異常だみたいな。こんなとこ歌ってるやつがいるみたいな。ああ、効果っぽい感じ。なんでこうがこんな場所で。え、もう召されてしまったんかね、ナオミは。わからないが原因を調べる必要があるか。ここか？ちゃうんかい。こっちか。まあ、トイレか。まあ、先に男子トイレ行きます。うん？うん？ここは？なんか、ホラーゲームとは思えなくなってきた、今。すげえなんか、ほんわかしてきた。まあ、ラバーカップやろうぜ。まあ、ここだろうな。ちょっと、近所迷惑ですよ。ふん。ふん。え、どうした？今、鏡何か影が映ったような。気のせいですよね。どうした？俺は何も見てないじゃん。ここ、ここ。また？あ、え、どういうこと？結構、ガンガン同じように取れるってことか。ゴム手袋すげえ有能だな。ハンカチ。この BGM で歯を拾うな。なるほど。開けてから言うなよ。必ずストールしていくな、そこ。視線を感じませんか？ほ？ずっと誰かに見られているの。あたしそういうの敏感なんで。ああ？何言ってんだ？これは。これは。まあ多分見てんのは死人なんだろうけどな。じゃあちゃんとトイレ全部調べとけばよかったかな。ここか？よし。よし。ん？なんか宝探ししてるみたいなってこと？これは。これは。教室の内側に教壇が置いてある。なぜ？生徒の背中しか見えませんよ。背後は、背後から語りかける授業とか、なんか趣味の悪い先生ですね。まあ、だよな。なんのことだよ。さあ、さすがにこっか？
この部屋から学園っていう言葉だけ分かった今。殺人と放置された机。何かありそうなのか。よし、中からかえ。焼き魚っつった。よし、ああ、腕プチに自信あんの。アイは戸の取っ手を掴んだ。えいや、アイは掛け声とともに力いっぱい戸を開く。なんかエンディングみたいこの曲。だが戸は開かなかった。え、ダイモンの方が良かったんかな。器用な人間。ちょっと呼んできていいか。歌を中断させて悪いが。そういえば承知した。よし、戻ってきたぜ。ダイモン、お前できるかこれ。いけダイモン、君に決めた。ほう、経年劣化で戸が歪んでるかもな。らしく、次は僕に試させて、うまく開けられるかもしれない。そう言うとダイモンは戸の取っ手を掴んだ。こういうの、どうやって力を加えるかが肝心なんだよ。こうかな、それともこうか。強い。いろんな角度から力を加える。やがて見事に戸が開いた。ほう、やるじゃねえか。よしよし、僕の思った通りだった。さあ思う存分調べてくれ。助かったよダイモン。ダイモンやる。あんま入ってねえかい。いや、よく見ると隅に何か落ちる。歯だろ。ガンガン歯見つかんな。よし、いけそうだ。レベル上がった。なんか知らんけど3上がった。回復した。なんか知らんけどちょうどよかったね。よし、じゃあダイモン帰ろう。そういえば、わかりました。よし、わかりました。じゃあ5個集まったからか、ね、帰れるだろう。あの、これはあー、アクのイベントのダメージをマイナス1にする。ダルマ病炭はコストのマイナス1。行動実行率プラス10。これいいかもな。バッグの強化、バッグを霊的に、ん、遺恨を使ってバッグに霊的な効果を作ることができる。ただし、効果の恩恵は高くありません。まずは霊具の入手。なんでやねん。なんでや。2か。まあ、なんかあるんだろうけど、とりあえずこれかな。まあ、この章で入手できる数あと3個。何、あと3個もあんの。探して探して、こうなってくると探したくなるんだよな。やだわ。まあ、どこでいいか。頑張ってね。じゃあセーブします。はい、 OK です。そうか、まだあるのか。そっか、神道とか全然見てないもんね。どうする、神道ちょっと探してきていい。いやーね、多分神道にはない。鍵閉まってた。うんうん、やめよう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 。全部調べたっけ。なんかいくつか逃してそうなんだよな。ん？あんのか。いや、調べてみるもんだな。え？何？虫？あ、やだ。ゲジゲジマジでさ。ちょっと通りますよって感じで目の前通ってったとか、ほんとびっくりしたわ。喋るのに躊躇ある。だから調べないわけにはいかない。よし、ゴム手袋をしろ。落としたぞ。また歯。
ケイ。歯が結構あるんだよな。やっぱ調べるところ調べちゃんと調べた方がええな。まあとりあえず上行こう。まあ取れんかったら取れんかったやし。そんな。気にすることもないか。よし、じゃあ近所迷惑なやつを一括に行きますか。ここか、ここだわ。ん、ブラウン管テレビが置かれている。画面は暗く音も発していない。高価な発生源はここではない。それは俺にもわかる。ふん、ふん、ラジカセ、こいつか。切っておこう。停止ボタンを押すとテープが止まる。そして重々しい静寂が急騰に戻ってきた。止める方が良かったか。今のって、この絵原加減の効果ですね。よくしてない。それはもう、潜入調査の前にちゃんと予習しましたから。ここの効果は、空で歌えますし、すごいね。演奏だってできちゃいますよ。すごいね。それは結構なんだ。外の調査と効果、何の関係が？私、ミュージシャンなんで、音楽全般に興味があるわけなんです。ほう。だからまあ、なんていうか、興味を優先させちゃいました。まあそういうのはね、今後役に立つと思うよ。多分な。弾くんだろ。読み、この読みが当たってれば。この味方はどうしましょう。持っていこう。ラジカセ。ラジカセってねえよな、もう。うん。大きなラジカセにテレビ、蛍光灯などが存在に置かれている。あ、そう。ここは？ふん。飲まないんかい。じゃ、帰ろう。結局止めるだけになっちゃったか？屋敷さん。ん？これは思いつきなんですけど、キュートの音楽室に行ってみませんか？さっき言ったよ。構わないが、いきなりどうしたと。手帳のページによると、音楽室は、赤井さんにとって音楽、思い出の場所なんですよね。おう、そのようだな。高価な演奏の練習をしたり、歌詞を考えたりしてたらしい。親友の堀越と一緒にな。そんな場所なら、赤井さんに関わるものが何かあるかと思って。どうでしょう、屋敷さん。採用だ。行ってみるか、音楽室へ。音楽室？ここは？ええー、ちょっとあと2つ気になるな。まあいっか。まあなかったらなかったで。しゃあないしゃあない、諦めよう。しゃあないしゃあない、諦めよう。仕方ないよ、なかったら。いや、さすがにもうトイレにはねえだろう。余計なことをしたというところで、さっさと音楽室行こう。ピアノの音が聞こえた。今だって音楽室のピアノの音ですよね。ああ。音楽室に何かがいる。やはりトイレの花子だ。いや、なんか違う気してきたぞ。行くぞ。うん。歯が二つ誰だ。ふん。ふん。ピアノ前の椅子に誰かが座っている。並んだ人形。それは赤いドレスを着た少女だ。肌を蜘蛛の巣のように走る亀裂。右目にぽっかりと開いた空洞。彼女は人間ではない。人形の少女だ。自分は以前、彼女のような人形に出会ったことがある。ほう。そいつは自分の意志を持ち、言葉を喋った。ならば、こいつも。喋らんのかい？ごめん。
ごめん、ごめんよ、ちょっと怒って。この感覚は。なんかこの音聞いたことあるな。アランドラかな。タスクを呼んでるぞ。脳内に投影されたビジョン、それはトイレだ。トイレの個室の光景だった。そこで赤いツリースカートを着た少女が首を吊ろうとしている。少女はゴムホースに首を通し、バケツの上に背伸びして立っていた。その光景を一人の少年と少女が楽しそうに眺めている。少年の顔には見覚えがある。昨夜花子に殺された泉俊彦だ。いや、夢、助け、やだ、やだ。はは、頑張れ頑張れ、制服を返してほしいんだろ。首吊りごっこがちゃんとできたら返してやるよ、トイレの花子ちゃん。まあこいつはやっぱクソだなこいつはやっぱクソだったわ。赤い花子に答える余裕ない。体勢を崩さないようにするので必死だ。バケツから足を踏み外したらホースが彼女の首を絞めてしまうだろう。そんな彼女の必死になる様子が泉たちにとっては面白いようだ。けど泉、マジ大丈夫？堀越にバレたらやばいよ。あの女は花子の親友だし。あ、心配ねって。堀越は話をつけた。もう邪魔することはねえよ。話をつけただと？え？花子は足がよろけそうになる。だが、かろうじて踏ん張った。そうなんだ。あんな仲良かったのに。堀越は言ってたぜ。自分と花子は何の関係もないってさ。それなんか、言い間違いがあるんじゃねえかな。足の震えが止まらない。ほんと笑えるよ。花子は堀越に裏切られたんだ。それ本当かどうかわかんないけどな。なお、ひどいよ。親友なのに。おっと、もうこんな時間か。じゃあな、花子ちゃん、俺たちはもう帰るから。後片付けよろしく。どうすんの？なお、泉、何もかも。おう、いや。恋なのか過失なのか、花子はバケツから足を踏み外した。そして誰もいない急湯の中でいつまで少女を釣ったホースのきしむ音が響き続けた。花、ここにいるの？はい、見てしまったか。アナ、そんな、俺が川に言うんかい。この音なんかプレステで聞いたぞ。ファーンみたいな。スターオーシャン2かな関係ねえか。戦闘に入る音。頭の中から死のビジョンが去った。赤いドレスの少女、いつの間にか消えている。今の光景は彼女が見せたものなのか。ピアノには誰もいませんね。嘘でしょ。愛の良さはいつもと変わりない。ビジョンと同様、人形姿の人形少女の姿も自分にしか見えていないのか。うぅ、食らうのか。食らわんかった。気分が悪い。度数の高い酒を一気に飲んで悪酔いしたい時のようだ。それはまだね、想像としてはまあそういう経験したんだろうなと思うけどさ。赤い花子の抱いた深い絶望に当てられたせいかもしれない。だがおかげで分かった、彼女の恨みの正体。なるほど。お前はしゃあないわ。お前はしゃあない。ここはちょっと行き違いがある。ちゃんと話そう。彼らへの強烈な恨みがトイレの花子を生んだ。その恨みが消えない限り、彼女の怨念は決して晴れないはずだ。晴れないはずだ。花子を救うには彼女の恨みと関係した鍵となる品がいる。それは一体、もしかすると今見たビジョンの場所、赤い花子の死の現場になる。何かが残っているかもしれない。ほう。なるほど。
まあ、あかねえわな。じゃあ、行ってくるか。よし。どうやらここでした。3階でしたね。よし。よし。だから何がよしなんだよ。ここ。はい、というわけでね、うん、ここじゃない。すぐつな。よし、いい加減ついたぞ。いたわ。あれ、もうやられてる。めっちゃ喜んでるわ。トイレの個室の中では堀越が待っていた、待っていた。大きく見開かれた目でこちらをじっと見ている。あらー。あらー。首だけの姿とな。やはりあの時に殺されていたのだ。もう遅かったじゃないか、じゃあ。助けられてないじゃん。どうすんの？で、首を取られたわけね。なんか、どっちかというと、なんか、ホースの方にモザイクみたいにかかってるように見えるんだよ。死の瞬間、堀越は微笑んでいた。すべての苦悶から解放されたような、恍惚とした笑み。それがこの笑みだ。彼女はどんな苦しみから救われたのか。そして、生首とカラフルなホースのアンバランスな組み合わせ。汚水に濡れ、顔を損傷させられた泉の時とはまるで異なる殺し方だ。あー、なるほど。盛り付けみたい。飾り付けされてんだろうな。葬式の王、長家でいいかな。のように、親友の死を彩りで飾ろうとしたのかもしれない。誰に見せてんねん。そうだった、忘れてた。愛は自分の肩を使った。コード越しでもわかるほど、その手は大きく震えている。はい、ここを離れよう。はい。いやー、でもどう、結局助けられんかったね。大丈夫か。はい。今にも倒れそうな愛の手を引いて、トイレの出口へと向かう。まあ、そうなると思ったよ。今の声って。あ、花子が来る。戦いの時か。どういうことだ。扉の取っ手がない。おもろ。扉もこんなにびしょ濡れだし。とにかく外に出なくても。さあ、どうする。扉を開けようと戸の隙間に指を入れてみる。危ねえぞ。くそ。ダメかい。止めるとなく染み出す汚水のぬめりでとても開けられそうにない。ほう。しかも扉はなぜか氷のように冷たく重い。別に俺関係ねえけどな。いて。いや、痛い。水が弾ける音とともに背中に衝撃が走る。ほう。いいか、振り返ると。今はとにかくここから出ることだけを考える。なるほど、ここでサスペンシブアクトの登場です。アクト1。すぐ背後に花子の気配を感じる。これ以上とどまれば我々も泉や堀越と同じ運命だ。だがとってもなく汚水にまみれたこの扉を一体どうすれば、どうすれば開けられる。もちろん協力だ。折れたモップ、誇る泉が。はい。おう、実行力の上がるアイテムをやっぱいるよね。これもしろ、ああ、自分だけでやってもダメか。これ多分ダイモンだったら吹けるんかい。俺だ、モップで扉の上に吹く。アホか。いや、案外ありなんか。いや、でも、ついてみよう。ついてみようとか、あの上のガラスのさ、窓ガラス割ろうや。とりあえず実行だけはしろ。いいか、実行だけはしてくれ。よし。命中した。で？ダメなんかい？ダメなんかい？なるほど。
ラバーカップで？選びたい。さあどっちだ？これ引き押し？いや引き当てる方じゃねえのか。いや絶対こうじゃないと思う。絶対こうじゃないと思うけど絶対に面白そうだもん。引いてくれ。あれ？え、どうして食らった？このまま吸い付いていてくれ。え、待ってくれ。まさか成功か？ダメなんかい。実行くれしろ。スポン。いや、待て。まさかこれ正解なのか。行くぞ。これでどうだ。まさかの正解。来い。引いて。まあ、むしろこれ頭良すぎない？引けるか？頼むぞ。実行ぐらいしてくれ。よし。開くんかい。開くんかい。正解かい。正解、選択は正解だったわ。ふざけるつもりだったんだが。やった、早く外に出ましょう。追ってなくしたくせに押さえとけよちゃんと。自分とアイは無事トイレから脱出した。いやー、サバイブで結構やられたね。助かったようですね。でも堀越さんは守れなかった。これ守れるんかね。すまない、堀越。夕方音楽準備室で堀越を捕まえれば彼女を救えたかもしれない。濁った後悔が湧き上がり胸の中で渦巻く。だが今後悔より先にすべきことがある。夜はまだ明けていないんです。いけそうか、愛。堀越の死体を発見した直後の愛の青ざめた顔を思い出す。心身の限界が近づいているとしたら調査を続けるのは難しいかもしれない。はい、もう大丈夫です。迷惑かけてごめんなさい。調査は続けましょう、屋敷さん。まだショックが残っているよ。しかし彼女は事件に立ち向かおうとしている。それならば今は愛を信じよう。はい、そんな感じで、まあ結局誰も助け、また守れなかったみたいな、守れなかったっていう展開になりましたけども、おじゃあまた次、多分次でこの章は終わりなんじゃねえのかなと想像します。じゃあまた会う日まで。